僕らも隣聞いてたんですけど、うん、あんなに怖い関根さん見るの初めてでした。いや俺はさ、はい、若手のネタ潰すんじゃないよと思ったのよ。それはもう本当そうですね。あれはもう太田さんが変なスイッチが入ってましたね、はい、いろいろ聞いたらその前のその現場が28回めっちゃ滑ってたらしいです、ね、そうなんだよ、ピエロかなんかで。だからそれをさ、はい、回収しようとするから、はい、そうなんですよ、あそこでね。そう、その後太田君の半年ぐらい経ってからかな、はい、ラジオに出てもう和解しましたから。あ、本当ですか。そうよ、あ、よかった、よかった、よかった。で、太田君といろいろ話してて、はい、それで結局俺もカマキリとかやってて、はい、間違った芸風だったってことに気づいた。だから太田君に人のこと言えないじゃないですかとか言って、それでちゃん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 で、なるほどなるほど。でも最後には僕はまた言いましたよ、はい、間違った芸風をやってきたからこそ、はい、分かるんだっていうの間違いが。